まあ、僕らの、会社足場飛び足場工っていうのが、簡単になれる職種っていうイメージがかなり多くつきました。ただ、人の命を守るっていうところの部分の、現場のその足場を組む意味っていうところで考えていくと、教育っていうところの部分では、現場のルールもそうですし、資格関係もそうですし、その他さまざま共同計算だとか、そういったところをやっぱり知識として知っていかないと大きな間違いにつながる、要は死亡事故につながるっていうことがやっぱりありますので、特に、今の若い子たちが、足場をやるということであれば簡単ではなく、自分たちがやっぱり努力して、勉強して、まあ、長く働けるような環境を整えていくということを考えています、はい。飛び職っていうのは結構体力勝負の仕事なもんですから、ある程度年齢重なってきた時に現場に出れなかったら辞めるしかないねっていうようなことを言われる会社もあるというふうに聞いとるんですけれども、まあ、このキャリアプランがあるおかげでですね、長く働けるし、将来に希望が持てるということで、もう今のうち本当に、いろいろと技術や力を身につけていきたい、頑張りたいっていう思いになってるっていうことを言ってました。この業界では資格を取るのも、自分で休みを取ってとか、また土日に、自分でお金を払って資格を取りに行くっていうのが当たり前だというふうに聞いております。それがうちの会社ではもういち早く、勤務として扱って、しかも費用は会社が持ってっていう形で、職人の資格や、技術向上に向けて支援をしておりますので、給与にも反映されますし、任される仕事が多くなってくるということで、やりがいを感じているということを言っておりました。そうですね、もともとこのクレーン、小型移動式クレーンも会社で取らせてもらって行ったのがもう十何年前、最初入ってすぐぐらいに取りに行って、で取得して、で、まあ、各種いろんな作業の特別講習とかも受けて、まあ、それに関してはある程度の補助も受けたし、自分自腹切ってやってたっていうことはあまりないので、まあ、そういう点ではいい会社だなと思います。うちはこういう仕事もあるんだよということも、そのいかに教えていくかっていうこともあるし、安全に対する意識っていうのも高めたいと思うし、他の建設業者さんが来たとしても、うちの安全規則はこうだと、だから横着衣向上行動とか、危ない危険な行動っていうのはもうできるだけ慎むように、安全第一がということを、まあ、常に心に決めて教えています。それはもううち自社他社関係ないです。学校行事等で足場を提供するという活動、あとは中学校高校でキャリア教育の支援という形でインターンシップの受け入れですとか、出前講座をやっております。組み立てや解体の作業をしている職人たちにですね、声をかけてくれる児童生徒もおりまして、ありがとうございますとか、ご苦労様ですっていう、まあ、そういう言葉をいただけるのは本当にありがたいなというふうに思いましたし、職人たちも笑顔でした。飛び業界のイメージだとか、地位向上にも貢献できているような形っていうのは、従業員もかなり伝わるようにはなってきているのかなと思ってます。